ブリストルのイベントでボリウッドダンスを披露するダンサーヒンディーダンスミュージックはインドのヒンディー語映画で主に用いられる歌曲であり南アフリカ共和国イギリスアメリカ合衆国のインド系移民と在外インド人を中心に高い人気を誇り現在では世界中でファンを獲得するジャンルに成長したヒンディーダンスミュージックはボリウッドの音楽の一部を形成しており 2000年代初頭にムンディアンツ・バッハケが世界的にヒットしたことでカジラリのように世界的なミュージックチャートやダンスソングの要素を取り入れた幅広いジャンルの曲が流行するようになったスラムドッグ・ドル・ミリオネアのジャイ・ホーバアカデミー一家局賞を受賞したことでヒンディ・ダンス・ミュージックは世界的に認知されるようになった2010年代に入り エレクトロニックダンスミュージックのファンが増加したことで、ヒンディーダンスミュージックはその音楽スタイルを取り入れ始め、ベイビードールのような歌曲が制作されるようになった。フィルミのダンスミュージックは、インドの伝統的な音楽、ダンスと中東の技法が融合して誕生した。古いヒンディー語映画のダンスは、大衆の踊りを取り入れていたが、そのダンスには、オリジナルの振り付けが含まれていた。 ボリウッドダンスはユニークでエネルギッシュなダンスへと進化した。このダンスは集団で踊る形式であり、エクササイズミュージックとして使用されることが多い。ボリウッドダンスの振り付けは主に民族舞踊や古典舞踊、ディスコや古いヒンディー語映画のフィルミダンスからインスピレーションを得ている。ありがとうございます。